せーの、水曜日の D4DJ。 うわっしゃしゃ、こんにちは、ロンド月見山渚役の大塚沙耶です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして皆さんこんにちは、ロンド三宅を役つんこです。よろしくお願いします。しゃしゃ、やらせていただきます。この番組はD4DJ プロジェクトの魅力をより深く知っていただくための番組です。毎週水曜日の21時から生配信しています、うん、前半は私たちによる生配信そして後半は D4DJ DJ タイムをお届けしておりますよ。はい、もうあの言わなきゃいけないこと先はな、多分もう崩壊しちゃうから先に言っときますね。ハッシュタグは Twitter、X です、水曜日の D4DJ で前半はよろしくお願いします、はい、水曜日漢字のひらがなで D4DJ が全て大文字で4が間に入りますよと。そして後半の D4DJ DJ タイムはいつも通りです。ハイフンをお忘れずにということです。嬉しいね、楽しいね、うん、今日ね、楽しい今日。なんか私ね、今日一つ言いたいことあって。何？私ハラピーいない回初めてかも。いつもねハラピーいんの。なんで？仲良しなの？うん、そうかも、うん、追いかけてきてるね、うちのこと完全に。え、ストーカーってこと？うん、ちょっとクレーム入れて今回なしね。え、犯罪者と一緒に生配信してる。いや違う違う。今日はね、もう私たち2人しかいませんから。はい、はい、ちょっと私はお会いしたことないんであれなんですけど。え、そっか。そうなの。ええー。あれですよね、今この瞬間しか知らない人、多分今あの犯罪者って新番組やってる人になっちゃう。ハラピーっていうのはあのグルービーミックスの、あ、そうです、はい、プロデューサーの方ですね。一緒に番組やられてたことなんですけど、はい、今日はまとめてくれる人がいません。そう、うちらしかいないんでね、うん、この最悪です、もう最悪って、最悪って、最悪方もね、すごいまとまりのない部屋。いや、どういや、まとまってますよ。まとまってる部屋のさんが形には知って、あのこれのゆえんはね、後ほど喋らせていただきます。喋るタイミングがある。あります、理由が。喋るタイミングがある。あります。なんでそんなもったいぶる。喋る理由ある。ありますよ、ここには。秘密があります。そんなに壮大な秘密があるの？魂があります。ここには、なんだろう、こんにゃくとか。こんにゃく？分かんない、ごめん。じゃあ。分かんない、ごめん。口から出まかせ。口から出まかせ言った。じゃあ、じゃあってなんだろう。じゃあね、うん、この番組はですね、皆さんのからのコメント大募集しているらしいです。もうね、すでにね、みんな頑張って書いてくれてるんですけれども、うん、今日は事件です。今日は事件、そう、はい、事件です。あの、うん、コメントのみんなが抑止力となってですね、うん、この番組を支えていただくという形 で番組が無事に終わるかどうかは皆さんのコメント力次第です。え、そう、はい、ワンチャン D4DJ DJ タイムいけない可能性もあるから。でもさ翌週まで繋がってる可能性ある。地続き来週までね。そうそうそう。でうちら の自給自足の生活を1週間ここで繰り広げないと、ここから離れません。離れません。最悪です。ありえますよ、皆さん次第ですから。よろしくお願いします。します。でもね、はい、もう本当にうちらより面白いなっていうねコメントがあれば、じゃんじゃん読んでいこうかな。そうだよ、そう、読んで読んで。おもんないなって思ったら、うん、読めないんで。じゃあおもんないやついる？見て見て、読んで読んで。おもんないやつ、おもんないやつおった。私絶対先般じゃん、やだ。いたいた。え、でもそうだそうだ、3D 伝説の最悪書いてる。あ、でも見て、そのひどい、これがフリーランスの本気かっこ笑ってくる。止めるやつがいない。そう、この髪型見て、あ、こいつらフリーランスだなって。これが本当のフリーランスです。フリー。最悪や。本当に多分何のことか分かんない皆さん、ごめんなさい。めっちゃ汗かいた。そう、書くの早いです。まだ番組始まって4分しか経ってないですけどね。まだ4分、うん、いけるな。そう、まあ、見ていただいた通り、あのロンドっていうユニットやらせてもらってるんですけど、見て分かる通り、ね、見て分かんないわ。見て分かんないよ、誰って言われてるから。これ並んでるから、あ、この中の人たちなんだなみたいな、なんとなくね、はい、感じなんですけど、察し始めたよね。そうそうそう、はい、あのこのね、外側と中側だいぶ違いますよ、うん、ということが今日ねバレてしまう。本当にこの、ね、これの人ですか、疑うよ。マジ
いやちょっと近しいもの感じてきた。そうだね、渚はね、うん、だ結構あのやれることというかそのリアクション的にはさ、まあ、すごい広いよね。おそう、うん、たくさんだからそういう意味で演じる上で助かってるけどね、うん、普段さ葵に相当さ押さえつけられてるそれこそだからこういうところで発散してじゃあこの髪型は葵で葵が普段出さない感情をここにあの表してるってことほぼ竜辰年だよねほぼね。いやちょっとドラゴンを表してる結局何なのいや、うん、じゃあ後で後でちょっとあるかそんなもったいぶりあるそんなもったいぶるほどでもないんだけどねやばくない怖くない、うん、怖い怖い、うん、じゃあ行きましょう。そうだね、あなたなんですよ次の振り分かってるよ袖見んなって生放送中に袖見てくる確かにもうなんか家みたいになだる生放送中に服についてるホコリ取ってたやばい素が出まくってるやばいわちょっと私たちそうなんですあのなんかありがたいことですごいね長年仲良くさせていただいてるんですけど、ね、本当プライベートでね会ってる時間の方が多いからね長いっていうせいで言い訳をしましたがそうですね、はい、ちょっとホコリがどうしても気になってね撮ってましたはいしょうがない始めていきましょう、はい水曜日の D4DJ スタートやっと始まんだ本当に始まるこれいやまあねということでじゃあ始めていきましょうか最初のお知らせに行く前に、うん、まずはこちらの映像をご覧くださいどうぞ。おいしい手作りって言われなきゃ気づかないくらい朝ごはん毎日ちゃんと食べる習慣がつくようにって葵がくれたジャム でもこうしてると遊ぼうっていうこいつの気持ちが直に伝わってくるみたいだ言葉なんかなくったって感じる理屈じゃないだけのはずのティーカップの世界が鮮やかに色づいている「お花って素敵ね」「そばで咲いていてくれるだけでこっちの心まで色づいていく」まるで自分と周りの境界線がなくなっていくような。そんな感覚頭に浮かんだ一つのフレーズからステージ上の自分たちまでイメージが膨らんでいく ということでスマートフォン向けリズムゲーム D4DJ グルービーミックスにてイベントクロスビートエピソード4の開催が決定しました今回は私たちヒロンドが登場しますやったやっぱね葵くんの頭にいろんなものが浮かんでましたねはいいやいや同じ人ですかというコメントが境界線はね境界線はまだちょっと残ってるような気もしましたが読み上げたいと思います今回のイベントは妖馬学園のクラスマッチ開催中、うん、ネオはルミナにそっくりの AI によって突然意識を失ってしまう原因不明のまま眠り続けるネオを救うため、うん、ルミナは自分の正体を周囲に明かし謎の AI についての情報を集めようとするというお話になっています、うん、こちらのイベントが1月の25日木曜日12時から1月31日水曜日20時59分まで期間限定のガチャは2月2日金曜日11時59分までとなっておりますはい、うん、ということで本日はイベントで登場する新規メンバーを一緒に見ていきたいと思いますよしまず1枚目はこちらですじゃんででんシンク青柳椿
です。いやこのイラストめっちゃ可愛いな。すごいね、さっきの紹介 V でもさ、あの、うん、ジャムにね、すごいフォーカスが ね当たってたように。めっちゃ美味しそうだよね。めちゃくちゃ美味しそう。めちゃくちゃ美味しそう。こ家の生活感とのさ、ギャップやばくない？うん、うんうん、でもなんかこの全体のコンセプトが日常の一コマを切り取ったイラストシリーズってなってて、ね、うん、まさに日常感がね、うん、後ろのカバンとかね、もう疲れちゃって置きっぱなってるのか、うん、それとも朝のね、支度が終わってのんびりご飯食べてるのかみたいなね、想像がはかどりますね、うん、なんか朝弱いからさ、うん、ぼやーっとしてる感じもめちゃくちゃいいね。確かにこのね、表情とかもすごい可愛らしいですね。そうそう、本日は続いてはこちらです。じゃん、紅葉月見山渚よです。よっ、犬犬、熱い犬のでかいファンコメントがいっぱい。犬かわいいって。ちょっと渚は渚より犬なのかお前たち。え、なんかさっきさ、サイチガチうるさすぎてさ、え、これサイチが言ったのってセリフが、え、ちょっと待って、どういうこと、同じ人ですかって。え、疑い、どうしてどうして。渚も結構どっちかっていうとよく喋るキャラじゃない。いやまあね、うん、でもなんかこう普段の渚より2倍ぐらいこうね、優しさが深い感じの、うん、なんていうか、受け取り、ね、カードイラストね、うん、そう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 。やっぱ、いぬ相手にはさ、うん、渚もいぬ、ね、相手にはさ、ちょっとこ う上のっていうか、母性的な、あ、なんかそういう優しさがね、出せたらいいなと思って収録しましたよ。可愛らしい感じがすごい。そうなの、うん、はい、お楽しみに。そして続いてはこちらです。どうぞ。京香矢野ヒーローです、うん、なんかすごくおしゃれだね。ね、これティーカップにさ紅茶が入ってて、うん、紅茶に映ってるヒーローなんだもんね。ね、この花もさ、アジサイかな、何なんでしょうか、みたいな、何か理由があるんでしょうか。すごく気になるところですが、ね、うん、すごいピンクで可愛らしいね。うん、ね、じゃあ最後いきましょう。4枚目はこちらです。でん、水色三宅葵、はい、です。これどうだったの、なんてどうだったの、どうだったのか、なんだよ、収録とかボイス撮ったじゃない。あーでも、うん、なんかね、やっぱこうこれさっきさ日常の一コマを切り取ったみたいな書いてたけど、うん、やっぱすごく葵の中でもなんかリラックスしてる風にアフレコした、うん、すごくすごくなんかふわーみたいな。でも葵の日常パッと見アマゾンのね、いや自分の部屋じゃねえよ絶対、うん、かあのほら新宿御苑にあるじゃん、え、植物園、あ、でも多分そういう系じゃない、植物園とかなのかな、だと思う。それで多分、うん、曲のインスピレーションを得ている葵のシーンかな、なのか。実は葵は植物人間でこうして光合成をしなきゃ、怖すぎるって怖いって。でもガチャ引くまで分かんないからね。いやそうね、うん、そうですよ皆さん、だからすごく日常ですね、はい、それぞれの。そうなんです、うん、ということでですね、ぜひぜひあのグルミク内でメンバーとして使ってもらえたら嬉しいなというふうに思っております、うん、はい、ということでですね、うん、クロスビートエピソード4は1月25日木曜日お昼の12時から1月31日水曜日20時59分まで、うん、そして期間限定のガチャは2月2日金曜日お昼の11時59分までとなっております、今回紹介した新メンバーをゲットしてたくさんプレイしてくださいね。以上グルミクイベント情報でした。続いては CM です。どうぞ。D4DJ グルミミックスDJ 気分でリズムゲーム、いっぱい曲が遊べちゃう。みんな知っているあんな曲やこんな曲で君だけのオリジナルメドレーを作っちゃおう。初心者も上級者も楽しめる。私たちの物語をリズムゲームで一緒につなげよう。グルミク好評配信中。私たちリリリリのニューシングルが発売だって。限定版にはハピアラとの合同ライブ、ツーリズムツーリズム夜公演の映像を収録。真夏の朝の夢好評発売中。聞いてくれなきゃいたずらしちゃうよ。私たちマーメイドのニューシングルが発売決定。限定版にはサマーキラーマックス夜公演のライブ映像を収録。マックス1月31日発売。マメ超かわいい。さあ続いてはこちらのコーナーです。今週の推し曲。
い、今週の推し曲はですね D4DJ の楽曲に限らず私たちそれぞれの思い出の曲、最近ハマってる曲など1曲ずつ皆さんに紹介していくコーナーです。 Present for you Yes All of the world Thank you ついていけないって来いよついていけないそこは来いよさて誘ってくれる今日あ、じゃあ私からはいこれなんですよ。何本日の髪型これねえ中国の弁髪っていうのが、うん、ちょっとテーマになってるんですけど弁髪 Yes、うん、でその KGM さんっていうアーティストの土砂降りっていう曲があってそれヒップホップなんですけど、うん、そこのリリックに振ってる毎日弁髪っていうリリックがあるの、うん、それを聞いててなんかメイクさんに、うんちょっと今日の髪型は弁髪よろしくお願いしますって適当に言ったらそれっぽくしてくれたっていうそれです、うん、やばすぎしそういや違うあのねあの別にそのやんなくてよかったの、うん、けどなんかそのメイクさんがすごいいい人でなんか面白いからそういう風味でやってみましょうみたいな風にやってくれたっていうのでっていう、えちなみにさその聞いてきたのは今日ここで紹介しようと思って聞いてきたそれとも趣味で聞いてたの？あ趣味です趣味です。あ趣味やん、まあ、結構、うん、ヒップホップヒップホップそうね、うん、でこの髪型もその趣味から派生して今日結果こうなったあそう、うん、で派生して、うん、頭に魂が宿ったんですよ。さあこんにゃく玉が宿りました。えさえちはそう私はえ普通に巻き下ろししてたんだけどつむこちゃんの髪の毛がすごいお派手になっていたのでそう、ね、ちょっと巻き地と主張を、ね、派手にしていただきました。 でそんな私のおすすめのというかめっちゃハマってる曲あります。ズバリあのスカイハイさん×ニッシーさんのスーパーアイドル。へうんまあ、ヒップホップじゃヒップホップだね。あすごいハマってる。そうあのとてもラップの、ね、技術が素晴らしいんですけれども、うん、曲もすごいかっこよくてダンサブル で、うん、でそのもともと、ね、同じあのメンバーとして活動していたお二人が、うん、10年の時を経て、ね、コラボっていう形で楽曲をリリースされてるんですけどもめちゃくちゃかっこよくてみんな知ってるのかな、うん、もう歌詞がねやっぱりそのご本人たち の、うん、その活動とか歴史をこう踏襲されているんだろうなってお客さんがそう思うようにできているし、はいはい、で それぞれの道を歩んできた二人がこう、うん、なんか一緒の場所であの違う歴史を背負って戦うみたい なんかそういうテーマであの映像も作られているんだと思うんですけどこの映像作品もねめちゃくちゃかっこいいんですよ。めっちゃいい本当勉強として聞いてる部分もあるし、うん、一ファンとしてすごくかっこいいなと思う部分もあるし面白そうで私たちロンドもさ、うん、結構なんだろうそのユニットとして4人ではやってるんですけど、うん、あの割と特色としてその2人ずつで歌唱してたりとかが、まあ、確かに多い、うん、そう多いのでなんかこういうのすごくそれこそ渚とね葵とかでやったらハマるんじゃないかなとか思ったり、うん、そういう目線でもねこの曲を聴いておりますね、うんうん、素晴らしい。結構コメントにもあなんか2人とも知らなかったから聞きたいとか後で聞こうみたいな書いてくれてる人はいらっしゃいますね。でもまあ知らないと言ったらあれですよ今週末に私 の新しい CD も販売されるのでそれは絶対聞かなきゃいけないよね。ほじほじよろしくお願いします、はい、なんか逮捕した方が良くな い, いやマジでさもう呼ばれなくなるんじゃないかってさちょっと不安あるよね。時々ストッパーがかかる自分の中の理性が、はい、大丈夫でしょうか。生放送で理性あるかないかで戦ってるのやばすぎる健常者だとは思えない。でもあの一つすごいマジなこと言うと、うん、あの渚と葵 の, そのユニット、うんデュエット曲っていうのもちょこちょこね、はいはい、実はあるんですよ。す、ね、そうでもなかなかライブでねやる機会とかも今のところは少ないので、うん、もっとねオリジナルでそういうのが出てきて、うん、なんかねあのライブでもそういろんなね多様的な角度であの、うん、ライブ作っていけたら面白いなと思ってね。そういうのね本当に意外と皆さんの意見っていうのがここ、ね、そうすごく大事だったりするのでぜひハッシュタグ水曜日の D4DJ でねあのこの番組だったりとかやってほしいこととか ね書いてくれると関係者の方が結構見てるんでよろしくお願いしますね。あでも神様ねじ巻きとか、はい、あそうで、ね、そうカバー曲やったりとかねいろいろあるので、ね、ぜひよろしくお願いします。はい、はい、
ではでは、みんなもぜひ私たちのおすすめを聞いてくれたら嬉しいです。嬉しい。なんかいろいろねリクエストとともにハッシュタグつけていっぱい書いてください。はい、今週の推し曲でした。アイドル。はい、ここからはお知らせのコーナーです。まずは音楽情報です。どうぞ。どん。2月10日土曜日開催、ピーキーピーキーライブフォース in 大阪、チケットの一般発売が本日からスタートしております。関西出身者が多いピキピキですが、大阪でのライブ初、4人の強さを見せつけるライブにこうご期待ください。続いてはこちらです。1月31日発売、マーメイドフィフスシングルマックスのリリースイベント開催が決定いたしました。こちらは、初、ほやほやの情報ですね。ほや、はい。イベントには2月4日アニメット秋葉原店様に平島夏美さん、根岸愛さん、そして2月8日秋葉原ゲーマーズ本店様に岡田芽衣さん、葉月ひまりさんが参加いたします。そして気になるイベントの内容は、通常版をご購入いただくとマーメイドメンバーからブロマイドを直接お渡しするブロマイドお渡し会、そしてブルーレイ付き生産限定版をご購入いただくとブロマイドお渡し会に加え、マーメイドメンバーと写真が撮れる3ショットスマホ撮影会に参加することができます。ブロマイドはこのイベント限定のデザインになっているということで、皆さん要チェックです。イベント参加の詳細は D4DJ 公式ホームページ、各店舗様のイベントページにてチェックしてください。はい、続いてはこちら。はい、2月14日はロンドフィフスシングル雨音の発売日でございます。イエ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 イ。パオー。はい、表題の雨音は降りそぼつ雨の音を幻想的なピアノで表現し、サマーソングというテーマの中でもロンドらしさを最大限に引き出したエモーショナルなロックサウンドの楽曲となっております。イエーイ。はい、カップリング曲はですね、ブルーミングローズインジアザーワールドでございまして、グルミクのイベント今宵特別な時間をあなたへのために書き下ろされた、あの世に咲くバラを重厚かつローテンポなサウンドで表現し、テクニカルです。儚げなギターソロと共に刻まれるDJ ユニットらしさあふれるビートが特徴的な楽曲となっております。ほ、難しかった。お疲れ。はい、ジャケットイラストはですね、フォトンメイデンのシップスログのライブキービジュアル、ごめんなさい、ライブキービジュアルなどを担当されたヒーローノックス先生書き下ろしでございます。はい、というわけでですね、今日はそのポスターもね、しょって配信をお届けさせていただいておりますので、めちゃくちゃ可愛い。今ズームしてもらってますかね。ててん、そう見えるかな。こんな感じですごいちょっとね、憂いというかね、哀愁漂う感じのすごい素敵な髪の毛趣あふれる触覚が時々ちらちらちら見えてますが、はい、っていう雨音なんですけれども、今日ね、我々の、一つトピックとしてはこちらのブルーミングローズインジャーザーワールドをツインボーカルっていう形で ね、この前のバーサスでもやらせていただいて、そうなんです、レコーディングとか一緒にやったよね。やった。でも結構前だよね、もう、いつぐらい、いや2年近く前になるかな、多分2年ぐらい前ですね。でも、覚えてる、覚えてる。お、どうだった？なんか、でも結構時間かけてレコーディングして、結構最後の方喉きつかったなみたいな、大変だったなみたいな。確かに高いんだよね、結構ね。そう、ここが、そう、ピッチが高い感じだったり。え、どうだった？覚えてる？覚えてますよ。うん、私は結構コーラスを取ることが多くて、サビはツインで、メインの主旋を歌ってるんですけど、A メロとか B メロとかはハモリの下パートを取ってるので、葵の声に結構テンションを合わせて、普段の凪沙なんかわっ元気って感じなんですけど、やっぱロンドのライブをやる時とかは割と憑依をして、なんだろうな、その世界観の中で自分の役割をっていうキャラでもあるので、なんかそういうところをボーカルでも出せたらいいなと思って、結構しっとり、そうですね、しっとり歌ってて。あと、なんだろうな、渚の声でコーラス取るとき、ちょっと息増やしてるよね。なんで？なんだろうな、混ざりを良くするために。ああ、なるほど。若干かすれ成分を増やしてるというか、あ、なんか普通に渚の声出すときってこういう感じで、ここにこうやってちょっと息混ぜてるか、はあ、なんか難しいね、今やるの。そう、若干こう哀愁成分を足してるので、それも楽しんでもらえると嬉しかったりしますかね。それを聞いて、CD 買って、もうね、しっかり、あ、
こういうこと意識して歌ってるんだっていうのを感じていただければ幸いですよね、うん、ね、何回もぜひ聞き込んでみてください、はい、うん、お願いします。よろしくお願いします。また4月にはリリースイベントも予定しておりまして、4月13日ですね、うん、よろしくお願いします。はい、うん、続いてはコラボ情報です。 D4DJ と激黒のコラボ第3弾の商品が現在予約受付中です。今回の登場キャラクターは真帆、優香、さき、りか、なぎざ、はるなの6名、予約期間は2月5日の月曜日まで延長が決定しております。本日はこちらのコラボアイテムがスタジオに届いているということなので、サクサクっとですがご紹介させていただきたいと思います。じゃあまずこちら、靴下、じゃーん、じゃじゃん、靴下です。続いて T シャツお願いします。じゃじゃーん、見えますかね。はい、こんな感じ。そう、こちらそれぞれですね、コラボをいろいろ考えて作っていただいてるんですけど、ロンドは毎回アマツー紙東京さんとのコラボということですね。今回もそちらですごい活かしたデザイン作ってたり、うん、最後がこちらです。スウェット、はい、カーディガンみたいな仕様ですね。見えますか。おお、そうで、バックプリントもこんな感じでカレンデュラですね。これはおお、素敵。すごい、今日の私の服の色みたいな。いいね。はい、めちゃめちゃ可愛いです。これぜひね、お手に取って間近で見ていただきたいなというふうに思っております、うん、ご予約がまだの皆様はコラボ商品を確実に手に入れることができるチャンスをお見逃しなく、よろしくお願いします、うん、詳細は激ロック公式 X ホームページよりご確認ください。皆様のご予約お待ちしております、うん、はい、そして最後のお知らせでございます、はい、はい、2月3日土曜日の B リーグ茨城ロボッツの試合のハーフタイムショーに青柳椿役加藤里穂奈さんと私つんこが出演いたします。よろしくお願いします。ハーフタイムショーってどんな感じなんだろう、ね、初めてロンドとしてってことでしょ。そう、何やるんでしょう、ね、どんなパフォーマンスになるんでしょうか。ちょっと私もちょっとバスケ見るの楽しみね。いや、本当茨城の皆様ぜひぜひよろしくお願いします。詳細は茨城ロボット公式サイトをチェックしてください。よろしくお願いします。以上、お知らせコーナーでした。はい、それではん、皆さんお待ちかねの、はい、 YouTube ショートアニメ第13話かわいいは作れるを先行配信いたします。どん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 、ね、今回が最終回らしいですよ。私は無理、怖いってテンション。はい、いつもね面白いショートアニメ、ね、今回はどうなっちゃうんでしょうか、うんうん、じゃあいきますか。それではご覧ください、はい、どうぞ。砂漠で遭難して1週間、食べ物や飲み物よりも可愛いものが一つもないのが辛い。私、可愛いものや人に目がないキャラだから。のあちゃん大丈夫？ついにはサボテンの声が聞こえるようになってしまった。のあちゃん、自分の中の可愛いのハードルを下げるんだ。可愛いのハードルを？そうすればどんなものでも可愛いと思えるはずだよ。そうか、私の可愛い認定ラインを引き下げて、サボテンでも可愛いと思えるようにすればいいんだ。さやかた、よし、基準変更。かわいい。あ、見て見て、サボテンに花が咲いてる。かわいい。サボテンの花言葉は枯れない愛。素敵ですわ。いや、まず白骨でしょ。ざわざわ。いや、マジショートアニメいつもこのテンションだからさ。え、これ最終回でいいんですか。いや、面白い、すごい面白かったけどね、うん、いいね、令和だよ、独特な余韻がございます、うん、はい、はい、YouTube ショートアニメをですね、今回でひとまず終了ということなんですけど、要望が多ければ2期もあるかもってこと。お願いちょっとロンド、まだやってないよ、まだ出てないんですよ。よろしくお願いします。はい、こっち、よろしくお願いします。ロンドも狂いたい。はい、ということでですね、皆さんぜひ全話振り返ってみてください、うん、はい、ここで生配信パートの終了時間が近づいてしまいました、はい、早速ですが次週の番組の紹介です。どうぞ。次週1月31日の配信はマーメイド松山ダリア役根岸愛さん、そしてユニコード天童隼人役天間祐希さんの2名でお送りします。はい、
そしてこの後は D4DJ DJ タイムでございます。12月3日にワープ新宿で開催されたディグハイボリューム2よりロンド青柳椿役加藤里穂奈さんと私つんこによる DJ タイムを配信いたします、うん、はい、アーカイブはございません、チャンネルはこのままリアルタイムでお楽しみください。お願いします。はい、 DJ タイムも来週の CD も楽しみでございますね、うんうん、サイチはどうでした、疲れましたか。すごい疲労感がある、うん、そりゃ疲れるだろうな。すごいさ、これあるあるなんですけど、うん、マジでめっちゃ仲いい人と番組出るときあんま番組にまとまりがなくなる。まとまりはないかもね。あるある。すげえ楽しかったんですけど、うん、私は皆さんはこれで大丈夫でしたか、うん、大丈夫ですか。大丈夫、みんなも若干疲れてるかも。そうだよね。見る疲労感みたいな。わかる。でもちょっと最後にどうしても一個だけ言いたいことがあって。何ですか。あの番組が始まる前にですね、いつもあのイエーイってこうあの公式さんでね投稿するための写真を撮っていただいてるんですけど、うんうん、私たちの一生懸命やった変顔はまだね投稿されていないということで。そう、私たちやっぱりさ、フリーランスのフリーということですね。あのぜひあの変顔を番組終了後に公式 X に投稿していただきたいなと思ってる皆さんで。公式にどうしても公式 X をチェックしてください。あ、でもこれあのプロジェクト NG が出たら乗らないんで、その辺も含めてどうなったかぜひあの公式 X をチェックしてください、うん、よろしくお願いします。最悪個人から出る、はい、確かに、うん、そしたらさ、お互いのさここだけ切り取ってさ、それぞれツイッターのせよって確かにね、半々でね、うん、つんこちゃん、この番組の感想これでいいんですか。大丈夫ですよ。大丈夫ですか。でも本当にめちゃくちゃ楽しかった。でも本当に笑い疲れちゃって。気をつけた。一番最初のオープニング5分が一番疲れた、うん、あとその後の CM でさ、バカ笑ったのも疲れたよね。いや、分かる。なんかなんで笑ってたか覚えてないんだけど箸が転がるほど笑ったわ、うんうん、でも本当に、うん、コメントをさ、いっぱい書いてくれるのもさ、嬉しいしさ、うん、なんかこう CD 出ると本当になんか楽しいんだよね、うん、会話が久しぶりにできる感じがして、うん、すげえ楽しかった。会話が久しぶりにどんだけ喋ってないの人となんかさ、あんまりさこのリアタイでかパタパタって話すことあんまなくない。確かに、そうそう、うん、よかった。私たちのユニット名なんだったっけ。ロンドです。違う何それぐらいはこのそれぐらいはこのこんにゃく頭にだってわかるよ。違うあのおとぼけシスターズ、ね、そうそうおとぼけシスターズです。そうそう、実はちょっとね番組始まる前にあまりにもポンコツすぎるということで、ね、あの自分たちで勝手にねユニット名を作ったんです、うん、はい、ということで、今週お送りしましたのはロンド、そして、そしてポンコツシスターズのおつかさいとつんこでした。それではせーのバイバイ。バイバイ。ポンコツシスターズだったっけ。そうだよ、ポンコツ。